お久しぶりです。今回解説付きやっていこうと思います。語りたいカードは古文旅館。このカード、前回のアップデートで武力が1から2に上がって、制圧1に下がって、知力7に下がって、で伏兵が消えたという感じですね。まあ基本的には下方修正なんですが、武力1から武力2になったことで、足並みを揃えたいデッキにおいて武力1の脆さがなくなったんで、そこに今回ちょっと注目していこうかなと思います。でこれ旅館に兵力兵兵つけている理由ですが、孫鎮の独裁者、これがですね、まあ守りで使った場合とかって、バンイクが城に帰れなくてすぐ溶けちゃうみたいな形になっちゃうんですよ。ただ、素の状態で撃つことによって旅館にかかります。で旅館にかかって兵力兵兵の旅館を撃ってすぐ城に戻すことで、まあ6カウント近く持つことになるので、守りでも十分独裁者撃っていけるかなと思って兵力兵兵旅館を採用しています。でなんですけど、これ旅館が兵力兵兵をつけることによってですね、まあ今みたいな感じでこうちょっと延命能力が上がってるんですよね。これ武力1の頃だったらお亡くなりになってた可能性とかも十分あるんで、白兵戦に関しては武力上がった分情報なんで、やっぱり家系ってほら、打たなければ知力1だろうが8だろうが一緒なんで、それ踏まえるとこの旅館の白兵能力が上がったっていうのは、まあマイナスばっかりじゃねえよって、そんな感じの動画のテーマです。開幕でかなりリードを取ることができたので、もうこっからは本当にもう旅に旅館を打っていく、そんな感じのゲームメイクになりそうかなっていうところですね。でここ相手長領いるんですけど、まあ塗りに行っちゃってますね。兵力少ない1コストで塗りに行っちゃってるんで、これもう相手からしたらカモが来ましたなって感じでしょうか。ちょっとここら辺もったいないプレイングしちゃいましたね。でまずは、バインクが持ってかれる。これで1枚撃破で、武力プラス5、武力プラス6、長領全バージョン呂布デッキの裏の手として、まあかなり使われてたんですけど、珍しく下方修正入りませんでしたね。今まで9カードとかって、カード追加直後になお9カードで流行ってるカードあるみたいな感じだったら結構下方修正されることが多かったんですけど、今回珍しく長領下方修正入りませんでしたね。で、こちらはこの後守りを固めることも兼ねて、5弦で武力を制圧力と武力を上げて、まあ守りに入ろうかなという感じで、これ5弦と両刀に歩兵つけてるんですけど、これはあれですね、先ほど説明しました、独裁者を守備で撃つ形で、守備で撃つ形になった場合、旅館がお亡くなりになる直前なんかに、まあ、バンイク撃って独裁者延命して、で歩兵で回復して攻めに移るみたいなムーブもできたらなと思ってます。で相手が呂布発動したに対して、こちらは旅館の崖。これなんか本当にもう知力8だろうが7だろうが、こういう結構関係ない場面っていうのがそこそこあると思うんですよ。ダメ系を打てること自体に意味がある、そんな感じですね。なのでまだまだ僕はこのカード十分使えるんじゃないかなって思いますね。で相手の再起の方に側軍がついてるんで、ちょっとここ攻め込まれそうですね。
で、ここ五弦で長領を追い返して、右は孫鎮と両走で毛遊を撃破。えっと、一休みとは。で、こちらは再起の方があるんで、この時点で強気に行けますね。ここで相手が呂布を打ったら次に呂布を打つ式がなくなるので、まあ呂布打つ式ないんですけど、相手今ここはまあ呂布を打たれても大丈夫ぐらいの、呂布が式溜まった後打たれても大丈夫ぐらいの攻め方してますね。で、相手が偏屈者打ってきたに対して、こちら呂布と光純がまとまったタイミングで呂飯の家系、これももう呂布の方は落とせるし、光純にもそこそこのダメージが入るんで、まだまだ強くないですか呂飯。結構なんかね、公式配信とかだともうよくなんかメガネ終了のお知らせだのコメントされてましたけど、まだまだ十分こいつ悪いカードだと思うんですよ。1コストでダメ系打てるってだけでも強いんですけど、武力が上がったことによってこうやって白系能力上がってて、で、まあそれによって落ちにくくなったり位置取りがしやすくなったりしますよね。耐久性が上がってるんで、武力上がった分だから、まあなんかそう、あれなんだよ、もうネガキャンとかじゃなくてさ、こうポジティブに捉えていきたいんやよね、できればこのゲームを。だからこう下がったところじゃなくて上がったところに注目していきたい、そんな感じの今回の動画ですね。というわけで、まあもうこの辺になってくるとあんまり話すことないかなっていう感じでしょうか。あとはまあ時間稼いで奥義を温存できる展開になれば理想かなっていう感じでしょうか。で、相手はここで、月光の遊具、相手が最後までしっかりやるっていう姿勢を見せてきてるんで、こっちもまあ最後までしっかりやろうっていう、そんな感じですね。なんか相手が最後までしっかりやろうっていう感じのサインを出してきてるに対して、もうこっちがもうこれ勝敗ついてるからいいでしょうみたいなことしちゃうと、なんか相手にも失礼かなって思うんで、まあやれるだけのことはやって防衛しましょう。という感じで、ここまで見ていただいてありがとうございました。最後の方にお相手様方の視点も載せておきますので、相手のデッキの方気になったよっていう感じのありましたら、そちらも見てってください。
死ぬのは嫌だ。行け長領。はい。俺がいなきゃダメか。最強の武人に従うは最強の将兵のみ。最強の武人に従うは
最強の将兵のみ。行け、死ぬ時はこんなもんだ。死ぬ気はない。